What is going on, everyone? Today, I'm visiting my friend who keeps Japanese pond turtles outside. And this is what he has, Japanese pond turtle. This is the only kind he keeps and breeds here. Just look at this enclosure, everyone. I guess for Japanese pond turtles, this is the best one that I've ever seen in my life. Let's take a look around the main pond.He keeps 30 turtles, including babies. These days, the number of these beautiful turtles has been decreasing. So today, we are going to talk about why he started to breed Japanese pond turtles. And I want to show you guys some turtles here, which are really beautiful. And first, let me show you guys.The baby's enclosure. これ今何匹ぐらいおる？こっち12。12。向こうが18。18か。あ、じゃあ18や。18。え、じゃあ30。そう。そうか、全部外側やねんな。生まれたその年だけはここで飼っておくの。なんだ、彼らは2年目。今年で2歳なの。2歳。明け2歳っていうか。明け2歳、うん、なるほど。そうそうそう、送ってきてくれてたやつや。そうそうそう、みんなはほろ、あの、もともとはちゃんと水場作る予定だったけど、めんどくさい。で、あの、バットが一番良くて、これで常に水返して、そうそうそう、それで毎日水返して、で、ちゃんと水はあのここにバケツ入れておいて、水汲み置きしておいて、調温して、ね、それをちゃんと入れるって形。あ、冷たい水水道から差し込んじゃうからですよね。室内外やとそこがちょっと難しいと思う。温度が、はいはい、まあ、だいたいなんか飼育所横に置いといてええと思う。バケツで組んで、なるほどね。1日常温にしとく感じね、うん、室内の、うん、これヒーター、これヒーター、これヒーター、これいいよな。これもいつでもベビー生まれてくださいっていう感じやもんな。結構でもあれやんな、発色変わってくる。変わる。アプリ餌によって変わるらしくて、あ、そうなん、ね、YouTuber でもなんかさ、石川遼吾やったら京太チャンネルやってはる。あの人なんか餌によってコーラの発色変わるよとか言ってる。企業秘密の言ってる。もうそれ見たわ、うん、なんなんやろ、そんな。でも多分ベータカロチン系や思うねんよ、そのキャラのカボチャとか。あ、そっち、うん、エビじゃなくて、だからアスタキサンチン系もあるから、あ、エビとかそっち。だからまあどちらかというとオレンジ系のやつや、サーモンが色赤くなるので、結局は太陽に行った時に。あ、そうなんや。もともとあれ淡水飼育じゃ真っ白なんや。いっちゃんはじめは何年前にゲットしてる？2018年の5月に一番最初のカメが。なるほどな、はい、その後に次の年にまた1頭っていう形で増えていって、現在に至るまで野外個体が全部で9頭。あ、なるほど。その9頭から繁殖させてる。そうそうそう。だから父親に関して、母親はここのカメってことは 100% わかるけど、うんうん、父親については多分野外で交尾を済ませて、で、貯精してるから。なるほど。だからその何年前にしたかどうかわからないけど、今の文献とか見る限り、貯精能力は3年ぐらいって言われてるから、まあ、過去3年以内に野外で交尾した精子を貯精して、でそれが受精卵で生まれて、で子ガメに関してはうちで生かす。貯精なるものがある。そう、そうなんですね。そう、やっぱり個体数がもともと自然界そんなに多くない種やから、パートナーと出会う機会が少ない分、1回の交尾で調整をして、で子孫を残すっていう、すごいなシステムが生まれてるんだ。結構石がね、こういうのもんなんかな。いや、カメの仲間には結構多いんだよ、ね、うん、で交尾も大体秋から春にかけてするけど、石ガメに関してはオスの方がメスよりボディサイズが小さいんで、交尾するのは難しい。だからオスが冬眠期間中に目を覚まして、冬眠しているメスに交尾をかける。そう、そう、だから冬にオスだけ目覚ましてうろうろしてるっていうのは自然界でも結構観察される。そうなん、
ね、面白いね、それ面白い。だから晩秋やね、秋の終わりにかけて追尾行動って言って、一頭のメスにメスとオスが何頭かこう後ろについて、まあ電車ごっこみたいな、なるほどね、今あるような光景も昔は見られた。なるほど。今は野外個体が本当に減ってるから、そういう行動も今度見られなくて、もしその追尾行動が見れたら、すごい幸運。なるほどね、そう、個体数減ったら、こんなもん2年間、そう、中入ってるやん。He found something to feed in his backyard. Look at this, everyone. でか。ジャパニーズノラクラミミズ。ジャパニーズノラクラミミズ。ノラクラミミズって一緒で。そうなんや、うん、アスワムね。そうそう、ほら、めちゃくちゃ好きやろ。池作って、ろ過つけて。まあ、そうやね、やっぱりかけ流しだと水代も大変やから、やっぱろ過して使って、まあでもやっぱり温度が上がるにつれて、うん、週に1回全替え、週に1回全替え、夏については、夏はね、うん、まあ、春先から、まあ、秋に関しては10日から2週間に1回で問題ない。で、水も全部変えてしまうんじゃなくて、やっぱ底水をちょっと残してあげないと、うん、やっぱりカメの体に良くないみたいなんで、うん、こだわりの人はやっぱ雨水だけで飼育するって人もおるけど、あ、そうなん、まあ、でも日本の今の水道水に関してはそこまで塩素濃度が高くないし、うんうん、安全基準も高いから、そのよく金魚とかカルキ抜き死が死んでしまうっていう、カメ、うん、に関してはそこまで気にしない。ほんで今持ってくれてるのが、これが石亀を保護するきっかけとなった初代の石亀で、初代石亀、捕獲したのは2018年の5月の半ばやったかな。これも実家の、祖父母の川のところでいたけど、あ、じゃあもう3年、いや丸2年か。そう、丸2年はうちで飼育してます、うん、で、この個体、ここの前足を見ていただいたら分かるんですけど、こうちょっと手がね、危険になってしまってて、これは、まあ、生まれつきなのか、あるいは、幼少の自分に何らかの理由でこういう手になったのか知らないですけど、うん、こういうのになってますと聞けない、うん、なるほど。これがメスですね。メスですね、うちに来てからもだいぶ大きくなったんで、そう、うん、いい色してるよね。そうですね、まあ、場所は言えないけど、うち の, その保護してる水系に関しては発色がいい個体が多いです、ね、あ、そう、うん、そう、さっきベビーたちも結構ね、そう、明るい子たちが多かったよね、うん、結構水系によって地域個体差があるみたいで、うん、うちのようなこういうオレンジの発色の強い地域個体もあれば、うん、黒いような個体もいるところもあって、あ、ね、まあ、この色が海外ではすごい好まれるらしくて、一時期中国で日本石亀を買うっていうのがブームになったけど、うんうん、今は校長が8センチか9センチか忘れたけど、なんかそれ以上になると持ち出し禁止になって、そうなん、あ、日本から、日本から、いやでもたまに海外、まあ、アメリカからの YouTube とかでも、うん、日本石亀買ってる人がいて、あ、多分それは多分ちっちゃい時の答えを、うん、そう、ほんまベビー、うん、ベビーよね、うんうん、そんな出回ってんねんやって。これが我が最大の石亀さんです。大きいね、これ校長が20センチ超えてるから、ね、手が動いた、手、二人の手、いや、これすごい、体重が 1400g でかで、これがさっき話した 2号さん、こいつ、ね、こいつに関してはもう、なんぼかな、体重は1キロ超えてるから1100弱やったかな、うん、ただこの個体がまあ一番かわいそうな傷をしてて、多分この甲羅が欠けてしまったのは農業用の草刈り機で刈られてる時に多分当たってしまったんじゃないですか、ここにもこういう、で、この亀、そう、で、あと前見ていただいたら両手がありません、
でこれに関しては多分今問題となってるアライグマによる食害だと思います。非常によく懐いてました。ほんまやな、全然ビビらへん。でも手がかわいそうやな、やっぱりな。そう、これはなんかこう持ってきた時も結構もう完全に傷は閉じてた感じ。あ、もう傷は完治しとった。でここに来てから明らかに体重が増えて重たくなった。それまで結構ガリガリで甲羅の好調の割にはすごい軽かったっていう印象があって、まあ、当時そこまで記録をしっかり取ってなかったけど、うん、でもうちに来てからもうすごい餌食いが良くて、うん、もうみるみる太っていって今ではもうお肉がいっぱいついて、脂肪がほんまやたっぷりですね。で多分この子が一番よく産卵してる個体だと思う。総排泄口が非常に広いので多分産卵経験が多いんだと思います。こちらの一番大きい個体もメスですけど、こっちの総排泄口そこまで開いてないんでちょっと見えないからうまいこと尻尾はしてくれ。ほんまやね、うん、多分この子が一番でモテモテ。全然ね、オスがすごいこの子に寄っていくんで。こいつに、こっちこっち、こっち。あ、そうなんや。うん、まあよく今石亀のハイイエローとか言われてるけど、この子はこれはすごいハイイエローハイオレンジっていうの、ね、いやすごいね、発色が。これちっちゃい時がどんな色やったかっていうのがめっちゃ気になるよね。気になる。でも昔からそのうちのこの今保護をしてる川の水系の石亀はこの系統の子が多くて非常に発色が良かった。そうなん、なんかね結構いろいろ画像とかもいるけど、もう本当真っ黒に近いような石亀も多い。でこのサイズでこの甲羅が一切ずれなしでね。いや、そうやね、綺麗ですね。去年捕獲した個体の中で唯一非常に小さい個体がいて、ちょっといや、そう、そいつ、それ捕獲なん？これ捕獲個体。捕獲個体でこんなちびっこ。今なんか餌食べてこの子はちょっと、石亀の特徴は強いけど、この体高が非常に厚い。厚いね、ほんまや。で、あと、この石亀特有のこの裏側の発色を見たときに、このサイドにもすごい発色が出てて、この形の、この系統の石亀をほとんど見たことがないんで、ちょっとその草亀との交雑があるんじゃないかなと思うんですけど、キールもまあ見事に一本、まあ、ここのキールに関しては幼少時のキールがまあまだ名残があるけど、ね、でも高いね、こんなに。そうそう、今家に八重山がいるけど、八重山結構高い。あー、甲羅が。石亀はどちらかというとこんな高くないんで、幼少の時に何か元々の奇形なのか、まあ、そういう、まあ、草亀との交雑、いわゆる運休なのか、ちょっと怪しいところがある、うん、顔のでも横のさ、この柄的にはどう？いや、柄的には多分これは石亀の柄で、特に草亀のあの系統で、あと石亀とその草亀の増えたな、特徴を確認よくするのがちょっとこの瞳、瞳な、瞳孔が草亀の場合は、縦長かな、横長かな、ね、あるね、線入ってる、ね、そう、でも石亀はくるっとしたまん丸まん丸なんで、でも運休でもさ、どっち発言かでさ変わるみたい、でもその全てを見た時にまあほとんどというか、まあ、全てが石亀発言なんで、まあ、この子がね、純潔であることを祈ってるんですけど、この大人になってきたら分かってくるかもしれへんし、そう、発言がどんどん偏ってくる、でもやっぱりもうここまでもうほぼ石亀、まあこれが運休とはまだ決めつけられないけど、やっぱここまで来るとやっぱ遺伝子検査して混ざってるかどうかを。いや、オーラに、いや、これだってそう、なんか池の中入ってる時はよく分からんかったけど、上げてみたらあんなに違うもんやね。そう、最高型この子が、あ、オスね、野外個体で唯一の男の子です。この子もオスにしては非常に発色が良くて、特徴が高校版のここに石川の特有のオレンジがこんなとこまでここオレンジ出んの。そう、ここまでオレンジ出てる子はあんまり見ないね。え、綺麗やね。オスってこれもさ、要は性成熟してるわけやん。性成熟してる。もうこれマックスサイズぐらい。多分これでマックスサイズぐらい。今で校長が13センチか14センチぐらいあるんで、もう多分オスだとこれが最大ぐらいかな。こんなもんね。え、でもこいつほんまにパッと見ちょっとグリーンがかってるけど、顔とかすげえオレンジ。
そう、すごいな。でうちも一匹オスの石亀ベビーがいる。あ、あの広島のね。そうそうそう、うん、まあ、こんな13こんなもんやな。オスがめっちゃ大きくなる、うん、でやっぱオスはこのおっぽが特有。最近よく YouTuber でおっぽが短いとメスとか言ってる方いるけど、うんうん、やっぱりオスはこの太さが、うん、で、あとやっぱこの後ろのこの甲羅がオスはシュッとしてる、うん、メスは広い広いんや、うん、まあでもあれやね、大人になったらもう明らかにサイズである程度分かっちゃう。 そうか、いやおもろいですね。ごつ、まあこの子たちもいっぱい繁殖してもらって、お前ね、いずれはねここの子ガメたちも全て捕獲した川に放してあげて、あの戻すっていうのが面白いなんですよね。どれぐらいあのちびっ子たちもどうやろう、こう何世代か後に戻してあげる感じ。そうかな。ただ今に関しては、うん、もうアライグマが非常に多いし、なんか戻したそばからな、そうもう多分イタチごっこになる、もうすぐに殺される、ね、で赤ミニガメの個体数も非常に多いんで、やっぱそうか、赤ミニアレンが直接こう攻撃しているというよりかは生態系そのものに影響が出る感じ、うん、かな。ただ赤ミニに関しては今日や昨日から増えたというもんじゃなくて、うん、少なくても自分の記憶の中であるだけでももう25年ぐらい前からはいたんで、その赤耳の個体数の増加が赤あの緑ガメの、あ、ごめん、石ガメの減少に影響してるかっていうと、ちょっとそこは疑問がある。ただその甲羅干し日光浴するところの場所取りとかでやっぱり赤耳の方があの獰猛なんで、その場所の取り合いで負けるってことはあるけど、ただウチガメは半水性のカメなんで、うん、結構そのシーズン中は田んぼとかいろんなそういうところに移動して、うん、そこで餌食べたりするけど、緑ガメ、赤耳ガメは基本的にずっととどまる傾向が強いんで、まあ、結構移動するけどね。なるほど、うん、やっぱりこんだけ石亀が今急激に減ってるのはアライグマの影響かな。実際に今日見てもらった個体も腕なくなってるし、で今まで捕獲活動してる中で無残に殺されてる石亀も過去2回か3回見てますんで、うんうん、まあ、人の手である程度こうやってあげてると、そうだね、数は、ね、減る一方やな。もう多分うちの推計に関しては人が手を加えてまあ、オスとかメスを引き合わせてあげない限り、もう自然回復することは不可能だと思う。そうなんだ。だから営利目的は一切なくて、こういう個体たちを将来的に本当にケアして戻してあげるっていうのが目的。でも本当見た目的な、まあ、これ本当に愛玩目的で飼育している自分目線だけど、はい、ほんまにいいカメラです。まあね、可愛いよね。可愛いし綺麗やし、やっぱり優しい、見た目も優しいし、生活も。海外のいろんな今カメも愛玩で飼われますけど ね、うんうんうん、ね、石亀がやっぱ一番日本人の気象に合ってるんじゃないかな、うんうん、確かに、うん、やっぱり日本人はその海外のものに目が行きがちになるけど、うん、やっぱり自分たちの国の気象を再発見する、再発見で再、うん、なんか再着目、再認識してあげるっていうのも、いや、いいんじゃないかな。いやでもね、確かにそれは言う通りですわ、うん、和な感じがすごいあって、ただうちはこの水系オン、そのある水系オンリーの石亀飼ってますけど、まあちょっとやっぱ心配なのがメダカでも問題になってて、うん、いろんなその品種改良されたメダカとか、うん、暑い日のメダカを飼育して、うん、結局生まれてきてしまったメダカっていうのはもう野外には返せない。あ、 そのメダカを例えば溝に放したりかすると、うん、それはもともといたもう水系の石が、メダカの遺伝子を汚染することなので、石亀もしっかりで、例えば今日東北県さん、広島さん、三重県さん、アイランで飼う分にはいいけど、そこで飼って混ざってしまって生まれてきた子亀っていうのはもうこれは二度と野外には放していて、もうそれはずっと飼い続けるしかない。だからそういう種が減ってきて、ある地域で絶滅したから他の地域で増やしたカメを放して、
復活しましたっていうのは、もうこれはまあ石亀という種は復活するかもしれないけど、その地域の遺伝子っていうのはもう絶滅して終わる。ちょっとじゃあベビーたちを見ますね。いやーすごいな、人ん家でこう産卵した個体たちを触るってこと、なかなかないよ。なんかめっちゃ綺麗じゃない？なんか。陸地を多くして飼育してる。うん、せやんな。みんな上がってバスキングランプの下に乗って、バスキングライト、ライト。その影響なんて皮膚病も一切出んかったし。せやんな。うん、やっぱ、家がいやとさ、水質もあるけどさ、その、なんていうの、皮膚病系がやっぱりこう、出やすくなっちゃって、うん、むずいね。So what do you guys think about this problem that Japanese-born turtles are now facing? I really hope that many people will be interested in this species and understand them in the right way. Thank you guys for watching this video, and I keep uploading the videos about Japanese-born turtles. See you next time.